皆さん、こんにちは。もなみです。今日はね、体調を崩したっていう報告です。朝起きた時からさ、なんか、全身がもう、だるいというか、気持ち悪いというか、もう力が入らないというか、うわーって感じになったんですけど、まあ、なんでそうなったのかというと、 ここ最近ほとんど食べてないっていうね、フランスに来てからというもの、ほとんど食べてなかったんですよね。もう毎日3食がっつり食べる派の私が、1日にほんとちっちゃいパン1個とかしか食べてなくって、んで体調を壊しました。やっぱ食べるのって大事やなと思って。 なん,でそれなんで食べてないかっていうとなんか疲れすぎて全然食べようと思わないでね食欲が湧かないというか忙しすぎて家具を集めるとかさんんで部屋の掃除をして昨日はベッドも組み立てたんですけど、まあ、ベッド組み立ててる時から実はなんか体調悪いなって感じだったんですけどベッドないと寝られんからさんだから朝もすごい。 頭が真っ白になるんじゃないかみたいな感じだったんですけどそこにあった買ってあったケーキというかパンというかその間くらいのやつをバクバク食べて今はなんとかね良くなりました完全回復でもないけれど普通に YouTube 見て動画見て笑えるくらいかな普通に寝てる分には問題ない どうにかね、しっかり食べなきゃなーと思います。食べるぞ。っていう報告でした。なんでいきなり目だけだのって思うと思うんですけど、今一番これが楽です。<laughs> 一番楽な状態なので、これでああう。動画のね、編集もしたいので、この辺で。 終わりにしようかなそれでは皆さんバイバーイ